はい、暇人脱獄ブログです。今日はですね、全くやることがなくて暇なので、こちらにあります au の HTC EVO ISW11HT ですね。いわゆる無印 EVO と言われる端末の起動ロゴを、例の会社に変えてみました。どうでしょうか。起動します。じゃーん。まあ、ほんとくだらない技で申し訳ないぐらいですね。ちなみにこのケースはバリスティックの HC シリーズですね。ハードコアシリーズですか。ハードケースっていうのかな。ハードコアっていうのかな。の一番上のラバーを外した状態です。ちょっと色があれですかね、ピンクっぽくていまいちでしょうか、ロゴの。まあ立ち上がれば当たり前ですが HTC ですね。まあ本当かよなんて言われる方いらっしゃるのかな。そんな人はいないですかね。まあもうちょっと待っていれば KDDI のロゴが出てくると思いますが、どうでしょう。簡単にこのロゴは変えれますよ。ただしご存知の通り再起動の時のスタートロゴですので、まあ変えたところで何度も見るようなロゴではないです。はい、ちなみに KDDI です。暇人脱獄ブログでした。